皆さんこんにちは、ヴァンガードチャンネルです。先週から新シリーズのカードをご紹介しておりますが、結構たくさんの方に見ていただいてありがとうございます。今週も今日のカードを詳しく解説していきますので、よろしくお願いします。それでは1枚目がこちら、トライアルデッキ海都式収録ドラゴンアーマードナイトです。このカードはリアガードサークルにいればヴァンガードにアタックした時、相手のリアガードが3枚以下ならそのバトル中パワーをプラス5000します。この能力は自分のヴァンガードのグレードに関わらず使えるので、グレード2の時から高パワーでアタックできます。カゲロウは退却させることが得意なクランなので、リアガード3枚以下という条件も難しくないと思います。ちなみに相手のリアガードが4枚以上いる状態でこのカードでアタックしたとします。その時相手がインターセプトしてリアガードの枚数が3枚以下になったとしても、アタックした時のタイミングでは3枚以下ではないのでパワーはプラスされません。間違いやすいので気をつけてくださいね。続いて2枚目はこちら、結成チーム Q4 収録バラの騎士モルガーナです。このカードはリアガードサークルにいればヴァンガードにアタックした時、ソウルブラスト1することで自分のヴァンガードのグレードかける3000パワーをプラスしてくれます。自分のヴァンガードがグレード3ならパワーが1万7000になります。プレミアムスタンダードだとストライドしていると1枚で2万になりますね。戦いの後半になった時にアタッカーとして使えて優秀なカードです。それでは次のカード、こちらも結成チーム Q4 収録ですね。スピルオーバードラゴンです。ブーストされてヴァンガードにアタックしたバトルの終了時、カウンターブラスト1を払い、このカードをソウルに置くことで相手のグレード2以下のグリアガードを1枚退却させます。コストでソウルに置くのでこのカードはバカラいなくなってしまうのですが、カゲロウはドラゴニックオーバーロードをはじめとしたソウルブラストをするカードが多いので、実は貴重なコストが確保できるカードになってます。続いても結成チーム Q4 収録のカードですね。こちらミルビルです。このカードはヴァンガードと同じ縦列にいるとパワーがプラス5000されます。後列はアタックできませんが、ヴァンガードにとっては強力なブーストになります。ブーストした時にパワーが上がるのではなく、相手ターン中でも5000プラスされているのが面白いカードです。本日最後のご紹介です。トライアルデッキ海都式収録ドラゴンナイトネハーレンです。リアガードサークルに登場した時、カウンターブラスト1で相手の後列にいるリアガード1枚を退却させて自分のパワーをプラス5000します。軽いコストで相手の後列を退却できる上にパワーが1万5000になるので、グレード3のカードにも1枚でアタックしに行けるところが魅力です。退却もアタックもこのカードを1枚でできる、とても使いやすいカードです。以上今週の今日のカードでした。今週はカゲロウらしい退却に関するカードが多かったですね。今キャラバンではカゲロウの無料体験デッキを配布しておりますので、そちらもぜひご参加ください。チャンネル登録やグッドボタン、コメントももちろんお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。